実際才能がある人ってレジリエンスがめっちゃ高いんですよそうつまり自分がそれがすごい好きである程度能力あるからだからこそ失敗してもめげずにチャレンジできるんですでも自分に才能があるかどうかわからないとかあるいはあの本当に才能がないっていう人ほど諦めるの早いんですよ そうだから成功するまで失敗を重ね続けることができる人ってそれがまさに成功者であり才能がある人なんじゃないのって話ですだから失敗しない才能がある人間は失敗しないっていうのはもうこれ大きな間違いです、はい、もう生まれつき能力が高い人もいるけどそういう人って自分が能力が高いしそれが間違いなくできるんだっていうふうに思ってるからだからこそ高い目標を作ってだから失敗を重ねることができるかどうかってことが自分に才能があるかどうかってことを見抜くときに一番重要なポイントになってきまして